中日のファンにとって2024年5月16日は忘れがたい一日となりましたバンテリンドームで行われた阪神戦で中日は49と大敗を喫し連敗を2に伸ばしましたこの試合は中田の登録抹消先発梅津の炎上新鋭ネオの苦戦など多くのドラマが詰まったものでしたここでは その詳細な経緯と影響を掘り下げていきます試合の序盤から中日は厳しい展開を強いられました先発の梅津明大は初回に味方のエラーも絡んで2点を失い4回には大炎上この回も初回と同じく先頭打者への支給から近地を招き相手投手の西井三昭にタイムリーヒットを浴びるなど 4回途中で6失点を喫しました。これで梅津は今季4敗目となり、先発投手としての信頼が揺らいでいます。この失策は、単に個人のミスに止まらず、チーム全体の守備力に疑問を投げかけるものでした。試合序盤におけるエラーの影響は大きく、守備の乱れが失点に直結する結果となりました。こののような守備の不安定さが 今後の中日の課題として浮き彫りになりましたさらに中日は司法の中田翔が前日の試合で左ふくらはぎに自打球を当てた影響で登録抹消されるという痛手を負いましたその代わりに昇格したビシエドが2アンダを放ちチームを奮起させようとしましたがそのビハインドはあまりにも大きかったですビシエドの奮起は目を見張るものでした 彼はチームが気境に立たされる中前向きな姿勢でプレーを続け打撃で存在感を示しました2安打という結果は彼がチームのために尽力している証であり彼の持つリーダーシップが垣いま見えましたそしてファンの注目を集めたのは根尾登の本拠地初登板でした4点ビハインドの6回マウンドに上がったネオはいきなりピンチを招き 阪神の原口文仁に左翼席へのスリーランホームランを浴びましたそれでも7回から9回までは無失点で切り抜け4回を2安打3失点で終えましたネオの投球は彼の将来性を感じさせるものでした確かに初回にスリーランを浴びたもののその後の落ち着いた投球は評価に値します初登板の緊張感と重圧の中で 自身を立て直し追加点を許さなかった点は今後の成長に期待が持てる材料となりましたこの試合の結果借金が3となった中日ですがここからの巻き返しが求められます守備の強化や先発投手陣の再構築が急務ですまた司法仲間の離脱という板手をどう補うかも課題となりますまずは 守備面での安定を図る必要があります特に内野の連携や基本的なプレーの精度向上が重要です試合の流れを変えるにはエラーを減らし確実にアウトを取ることが不可欠ですこれにより投手陣の負担を軽減し試合の主導権を握るチャンスが増えますまた先発投手陣の再構築も急務です 梅津をはじめとする先発陣が安定した投球を続けることがチームの勝利に直結します。ここで重要なのは先発投手の調整と中継ぎ陣の充実です。先発が長いイニングを投げることで中継ぎ陣の負担を軽減し試合終盤に向けた戦略を立てやすくなります。さらに打線の強化も必要です。中田の不在は痛手ですが、 他の選手がその穴を埋める活躍を見せることが求められます石江戸の奮起はその一例であり他の選手たちも同様に自分の役割を果たしチーム全体で得点力を高める必要があります具体的には若手選手の積極起用や打順の再編成が考えられます特にネオヤタの若手選手の成長を促すために 試合経験を積ませることが重要です。これにより、チーム全体の打力が向上し、得点機会を増やすことが期待されます。また、チームの士気を高めるための取り組みも重要です。選手同士のコミュニケーションを深め、チームワークを強化することで、プレーの質が向上し、勝利への道が開けます。特にベンチでの声かけや、 試合後のミーティングなどを通じてチーム全体の意識を統一することが求められます。ネオの成長も今後の中日にとって大きなプラスとなるでしょう。彼の投球はまだ荒削りですが、ポテンシャルの高さは明らかです。今後の登板機会を通じて経験を積み、一段と成長していくことが期待されます。ネオの投球における課題は、 コンントロールルとメンタル面です。初登板でのスリーラン被弾は彼にとって苦い経験となりましたがその後の立て直しは評価できますこの経験を糧に今後の登板で同じ過ちを繰り返さないようコントロールの精度を上げることが重要ですまたプレッシャーに打ち勝つメンタルの強化も必要です 試合中の状況に応じて冷静に対処できるようになることでネオの投球は一段と安定するでしょう。今回の試合で中日はさまざまな課題に直面しましたがそれは同時にチームの成長の機会でもあります。主義の強化先発投手陣の再構築打線の強化そして若手選手の成長といった具体的な課題に取り組むことで。 中日は再び勝利の道を歩むことができるでしょうビシエドの奮起やネオの成長などポジティブな要素もありますこれらを生かしつつチーム全体で一丸となって次の試合に臨むことが今後の勝利につながりますファンもまたチームの奮闘を見守り応援し続けることで選手たちの力となるでしょう中日は現在 厳しい状況に置かれていますがここからの巻き返しを期待しさらなる成長を遂げることを目指して頑張っていくことでしょうこれからの試合に注目しチームの進化を楽しみにしましょう。